中日ドラゴンズ対広島東洋カープのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。引っ張った、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは DH 柳田。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー千賀、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していく。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。アウトコース見送ってストライクです。ここは150キロを超えてきます。ライト方向を流しました。千賀が掴んで3アウトです。さあ、これからカープが守備につきます。バッターはクロマティ。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は何で来るか。最初は変化球できました。ボールになります。際どいコースには投げ込んでいます。ボール先行です。スライダーできました。打ちました。ショート取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている吉田。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、インハイ際どいコース。ボール先行です。バッター、これはファーストライナー。3番バッター柳田、ツーアウトになっています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。156キロがいきなり出ました。2球目打ちました。これはセカンドライナー。2回表に入ります。カープの攻撃、バッターボックス丸。カープ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。初球打ち、この打球はフライになっています。バッターボックス岡本。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。見ましたが、これはストライク。158キロ、打ちました。取りました。アウト、ツーアウト。打席には6番バッター吉田。ツーアウトランナーありません。この回のカープ打線ですが、4球でツーアウトになっています。まあ簡単に言って初球時、打球は右中間へ。2回の裏、さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。落合が打席に入ります。カープ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。さあ2球目は何か。変化球わずかに外れました。ボール先行です。スライダーが決まります。スライダー外れます。うちのボール打っていった、ワンバウンドヒットになった、ライト前。バッターは5番丸。ヒットでランナーを一塁に置いています。おっと、どうだ。これはスタンド、スタンド、ファウルボール。次が2球目、高めスライダー外れました。それで追い込みました。次はボールでもいいわけですから、インコースの食い込んでいくボールは思い切って投げ込めるかですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。
ち上げました。セカンドフライ掴んでアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は6番坂本。ワンアウトになっています。まずはインコース、できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。なるほど、そうですか。引っ掛けさせようかというボール。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。いやー、また高いですね。しっかりコントロールしないと大怪我をしてしまいますね。そうですね。さあ改めて集中していき、インサイド抜けていった、レフト前ヒット、カープピンチになりました。さあそして打席には森が入ります。怖いバッターが続きますね。さあ二塁ランナー帰ればサヨナラという場面。中へ向かってこれはストライク、すぐに追い込みました。さあ3球目は何か、これは見送ってボール。さあ勝負してくるのか、センターへ、ここはフライになっています。セカンドランナースタート、ツーアウトランナー三塁一塁となりました。さあそしてバッターボックスには小野崎が入っています。バッターボックスには代打の浅村、大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、なんとかサヨナラに持っていきたいですね。もう意地で作ったチャンスですからね、ここで決めたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。ボール先行、ランナー動いてくるか。次が3球目、長いボールですよ。危なかったですね。はい、ここは集中を切らさないようにしていきたいところ。サードうまくさばいて一塁アウトで3アウト。ここでドラゴンズ守備を変えてきました。3回に入ります。7番から始まるカープの攻撃、打順は下位打線に入っていきます。バッターは村上。カープ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。さあここでカープ代走を送ります。セカンドランナまずはアウトコース、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか、変化球打った、ショート取った、二塁フォースアウト、際どかったがアウト、ダブルプレーです。さあそして打席には小林が入ります。さあ2アウト、バッターボックスには代打の中田、2アウトランナー3塁です。勝負ですね。そのようですね。決まった、低めいっぱい、ここはあっという間に追い込んでいます。空振り三振、前にボールを飛ばせません。ここはチャンスをものにすることができませんでした。ここでカープ守備を変えてきました。3回の裏に入ります。ドラゴンズの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは内川。カープ得点に動きはありません。0対0で、バッターボックスには代打の佐野、大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、なんとかサヨナラに持っていきたいですね。もう意地で作ったチャンスですからね、ここで決めたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。カープピッチャーが変わります。一打サヨナラマッチ。これはファウルです。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。インコース高めのストライク、すぐに追い込みました。ライト線へ持っていった、フェアだ、ヒットになる。セカンドランナーは